崎チャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。そうチェック。はい、もうあとプロ野球もう20試合前後になって、皆さんラストスパートですよ。最後までね、まあ作るこっちもみんなスタッフも含めて1年間すごい大変ですけど、もし開幕から今日まで全試合の総チェックを全部見た人がいたら、もうあなたはプロ野球解説者ですね。いるのかな、飛ばさないでこの1年間の月金の総チェックを飛ばさないで1年間ここまで見た人いるのかな。ファンの、その自分の球団だけを、うん、いやいや違うよ、全部全部もうコンプリート、00分からその終わるまで、時にはもう55分ぐらいあるけども、それを1年間かけて見た人いるのかな。いや、もう俺は、私はもう今まで見逃さず月金で総チェック飛ばさず全部見たよっていう人教えてください。あと作業とかしてる人とか、あのラジオ感覚で聞けると思うんだよ、ね、あ、そうです。うん、俺のこの動画の特徴はラジオ感覚だから、通勤とか通学、あとは作業しながら、家事しながら、ラジオ感覚で多分聞けると思うから、聞こうと思って聞けんだよ。そんな強者いたら教えてください。さあということでいきましょう。今日もね、9月24日25、26日の3試合、週末3連戦総チェック。まずパ・リーグから、ソフトバンク対日本ハム、24日1対4で日本ハム、25日4対2でソフトバンク、26日4対1でソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しになりましたけど、まあ、24日ね、日本ハム噂は8回118球3安打11奪三振2球1点、まあ、文句なしのグッピッチね。まあ、ストレート要所でしっかり低く投げて、ね、最近ちょっと高めに行くとこ多かったですけどね、でもそれでも力あるから抑えてましたけど、まあ、この試合はしっかり低めにストレート投げれて、まあ、そこからいい高さからフォークボールを抑えてカーブで緩急っていうね、非常に素晴らしい組み立てだったかなと。逆にソフトバンクね、先発杉山初先発っていうところでね、5回95球1安打6三振4四球1失点、まあ、まだまだね荒削りだけども、まあ、球速平均150キロ後半で投げて、でフォーク、スプリット、縦スラ、変化、非常にグッ、非常にね、まあ、荒々しかったけども勢いあるピッチングでね、良かったんじゃないのかなと。5回1失点、十分でしょうね。で8回モイネロ、9回森でね、モイネロ1失点で、9回森で2失点のこの3失点はね、ちょっと痛かったかなっていうね。で、まあ、日本はね、5回ロドリゲス、8回近藤、9回の清水のツーラン、こう一発攻勢で4点、しっかり勝ち切ったっていうね、非常に抑える人が抑えて、打つべき人が打つっていうね、いい試合展開だったんじゃないでしょうか。25日、4対2でソフトバンク、ね、ソフトバンク、石川、5回3分の2、91球、3安打、10奪三振、2四球、2失点、まあ、立ち上がりね、ちょっと肩の開きが早くて、おやって思ったけども、まあ、すぐにね、修正してきて、非常にいいね、ピッチングフォームに戻ったっていうところは、グッと、ね、修正能力も高い。ね、で2回裏攻撃がね、キーポイントだったかなと。デスバイのフォアボール、牧原ライト前、で上林三振、甲斐レフト前、でワンアウト満塁になって、川瀬がピッチャーゴロ、でここからツーアウトから三森ライト前で2点、で中村がツーアウト3塁からライト前でこの3点取ったっていうところがね、ちょっと最近の粘り強さがね、出てきたかなと。ちょっと前ぐらいまでだったらね、ここでもうね、点入んないみたいなね、感じでしたけど、で日本ハムはね、ちょっとチャンスをね、生かしたんだけども、まあ、そもそもね、チャンス自体が少なかったっていうね。まあ、6回までワンアウトから、西川フォアボールで盗塁して、野村三振で、近藤がセンターへ、ツーベース打つんだけどもタイムリーね。これ石川からね、ピッチャー交代、加山は今年ね、防御率 5.19 とちょっとピリッとしない、ちょっとフォアボールも多いように気がするし、ちょっと安定感が、ね、ないなとね。まあ、これ結果論だけども、まあ、石川そのままでよかったんちゃうかっていうね、いうような感じでしたね。で7回表、これは両チームのね、キーポイントになってくるんだけども、ピッチャー岩崎ね、高浜ライトへツーベース、佐藤ライト前で、石井が三振で、清水、ねの時に中島盗塁アウト、この回グッスロー、ね、素晴らしい、この盗塁がねアウトっていうのが正直言いたかった。逆にあれアウトなのになぜ走ったみたいなね感じになるけども、でその後清水三振っていうところでね、ここを無失点で乗り切れたっていうのは非常にね大きかったっていうところもあるし、ファイターズとしてはこの盗塁アウトっていうのが非常にね、この敗戦につながったんじゃないのかなと。で今回はね、モイネロ1奪三振、森3奪三振、ね、完璧なリリーフっていうところでね、まあ、徐々にね試合感も戻ってきたかなと。
で26日、4対1でソフトバンクっていうところで、ソフトバンクはね前半2回3回とチャンス作るも1本出ずっていうところでね、日本ハムは4回表今度ライトにねスライダーホームラン完璧、あるいは非常にね素晴らしいバッティングだったかなとね、ちょうどねポール巻いて切れないでねホームランっていうところで、でソフトバンクはね6回裏ワンアウト3塁からデスマネのねレフト前同点、まあ、やっとっていうところでねタイムリー入れて、まあ、ここから反撃に移るんだけども、このデスパイナのねこのタイムリーが火をつけたかなと。でピッチャー井口に代わって7回裏ねリチャードのホームラン、今宮ホームランと一発攻勢で、8回裏ワンアウト満塁からリチャードがねきっちり、ライトエキスでエフライを打って終盤ね大逆転劇っていうところで、まあ、欲しいところでタイムリー、欲しいところで一発っていうところでね、やっと打線のねつながりっていうところかね、そういったところが出てきたからと。でモイネの森とね、8球を抑えて、ここがねしっかり勝ち切った。結局ねソフトバンクの2勝1敗の勝ち越しでしたね。さあ続いて西武対ロッテ、24日5対4で西武、25日3対1でロッテで、26日8対4でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越し、ね、24日5対4で西武というところで、西武ね今井大乱調、3回90球4安打3三振7四球3失点、ね、ロッテは初回からね荻野フォアボールで、藤原レフトフライで、中村ピッチャーゴロで、ここからレアードフォアボールのワイルドピッチ、安田センター前タイムリー、角中フォアボールで佐藤俊也2アウト満塁からライトへタイムリーで、2回ワンアウトから荻野センター前、藤原フォアボール、中村フォアボール、レアードフォアボールの押し出しバーッどうしたっていうね、今井どうした、まあ、このね、試合のピッチングフォームっていうところを見るとね、ちょっと右足に体重乗りがね浅かったかなと。そのためにちょっと若干突っ込みながら、投げに行くことによって体の開きが早くなって、しっかり右足に体重乗れてないから全体的にふわっていう感じになってバランスを崩すっていうのはね、ちょっとピッチングフォームに見えましたね。で西武はこれでねもう負けたなと、ロッテ勝っちゃったなと思った中で、3回裏岸がねレフトでツーランホームラン、これの時もねその後4回表に安田がセンターでホームラン打って、これで決まったかなと思ったらね、4回裏中村がホームランで、ワンアウトからね栗山のサードゴロ、安田ファンブルエラーバーッと、これちゃんとやっときゃ勝てたのにっていうね、山川センター前、ウネンティンセンター前で、川越三振して2アウトからね源田がレフトへ2点タイムリーね、で、決勝点になったのがね西武5回裏殿崎フォアボールで、栗山の打席で盗塁してパスボールで、一気に三塁まで行ってワイルドピッチで決勝点バーッと、加藤バーッと取れます全部っていうかね、構えた時にもう左足に重心がかかりすぎてて右への反応が遅すぎるんだよね。そういった体重の姿勢によってちょっとピッチャーが引っ掛けるとそれに全く反応できないっていうか、で盗塁にしてももう投げるの焦って、もう完全に左足に体重かけすぎてちょっと逆球来たら対応できないっていうところで、まず取ってからだからね、そういったところは、まあ、しっかり反省してもらいたいなとね。でロッテ8回9回ねチャンス作るも1本出ずっていうところで、ここはね1本出したかったなというところはねありますよね。この8回もね、ワンアウトから藤原ヒットで、中村の時にね、ダイソー和田が出てきて盗塁、もうほぼ成功だね。で中村サードゴロで、レアードフォアボールで安田ここでねタイムリーかっていうところでね、まあそこでボンダで、9回にもね、先頭角中フォアボールでダイソー岡が出て送りバントで、藤岡の時にパスボール、あー起きてで、藤岡はそのままね平のアウトハイのストレート三振で、小久保レフトフライでねゲームセットっていうところで、まあこのやっぱ練習してる時こういうところでね1本出てましたけどね。で結局敗戦で、25日3対1でロッテね、ロッテ先発川村自身3連勝っていうところでね、5回3分の2 111球6安打4三振3四球1失点、まあしっかりねストレートを低め投球できたかなと。そこにねカーブっていう緩急をつけてフォークをね低めで、打たれても長打にならないっていうね低めの丁寧なピッチング非常に良かったんじゃないのかなと。で6回途中ねピンチ作り交代したけども非常にグッピッチね。で6回裏ね2アウト満塁からピッチャーからか復帰してね、栗山あのセカンドゴロピンチ脱出からかグッて、だからまあ後ろは多分国吉佐々木千早松大多分変わらないから、まあ多分6回になってくるんだろうね、からかはもしくはその後ろの3人を休ませるときにローテーションで入っていくっていう使われ方、するのかなと思います。でね、ロッテは初回速攻荻野フォアボールで、佐藤ライトフライで、ここで盗塁して中村センター前タイムリーで、レアードがツーランね。で西武バッテリーワンボールワンストライクからねフィライインスラ、まあインスラってモノハの剣なんだよね、うまく決まればかなり有効に使えるんだけども、ちょっとでも曲がりが速くてもしくは曲がりが浅くて入ってくれば
ね、長打になるっていうところで、このモラハの次にね、甘めに入ってホームラン、ね、で西武は6回裏ね、ワンアウト満塁から山川ね、犠牲フライセンター、まあ、本人ね、ちょっと打ち損じ感あったかなと、ここね、放り込みたかったようなね、ちょっと甘い球でしたね。でね、4回裏の時にね、気になったのが、森、セカンド内野安打、中村フォアボール、でこの外崎、バンとね、まあ、バンとはいいとして、ワンアウト2、3塁になって、山川がね、内野、定位置で後ろ下がってる、で三振、でウネンティに触るところで無得点。でこの山川が、まあ、通はストライク追い込まれてても結構しっかり強めのスイングしてたから、これ通常スイングで無理に1点取りに行かなくて一発長打狙っていくんだったら、そもそも外崎のバントいらんかったんちゃうかっていうね、この山川のこのスイングとか、打撃での対応の仕方、待ち方見てると、もう長打狙いなんだったら外崎でバントいらなかったんちゃうかと思うし、バントするんだったらもう追い込まれたら最低でもバットにボールを当てるみたいなね、そういうような打撃っていうのが欲しかったなっていうようなね、展開に見えましたね。ここで1点でも取ってたらね、ひょっとしたら状況は全く変わってね、2連勝っていうところはあったかもしれないっていうようなね、ちょっとキーポイントに見えましたね。で26日4対8でロッテっていうところで、ロッテはね、もう前半ミス失点押し出しホームランと完全負けパターンバーッ、これはもうやらかしちゃったなっていうね、ところで、まあね、小島がね、まあ9勝を経ってね、勝つんだけども、まあよくね、立ち直ったかなっていうところはあります。でね、攻撃ではね、5回表、加藤フォアボール、荻野レフトツーベース、佐藤センター前、2点タイムリー。で、中村バントして、レアードレフトフライ。で、ピッチャー顧問に代わって安田バント。で、藤岡がレフトへ勝ち越しの1点。このね、佐藤のタイムリーの後にまたバントで繋げて勝ち越し打つっていうところがね、打線のつながり。ね、いい形でね、またこの藤岡っていうところが効いてるのと、あとはやっぱりその渡辺も久保もそうだけども、やっぱこの先頭の加藤へのフォアボール、これが痛いよね。打率1割台なんだから、普通に投げとか打ち取れるのにフォアボールね。でピッチャー久保に代わって安田抑えてよっていうところで、安田にフォアボール打たれて、左の藤岡にもタイムリーっていうのを打たれて、結局ねフォアボールで流れが変わるっていうね、大体今年1年間の西武の戦い見てると、フォアボールっていうところがね、負けに直結してくるなっていう印象がありますね。ということで結果ね、ロッテの2勝1敗で勝ち越しでした。さあ続いて、オリックス対楽天。24日4対3で楽天。25日3対2でオリックス。26日1対1の引き分け。結果、1勝1敗、1分け、5分でした。ね、24日4対3で楽天。ね、オリックス宮城。ね、8月25日以来、1ヶ月勝ち星なしというところでね、宮城6回109球、7安打2三振、2四球4失点。まあもともとね、そこまで対左にね、インコース使わないんだけども、まあその使わなくてもいけるのが、外の制球力っていうのが非常に素晴らしかったっていうところと、その緩急っていうところで抑えていたんだけども、まあ最近ね、この対左へ、外へのコントロールがね、甘くなってきてんだよね。で、甘く高くなってきてるところを痛打される。まあこの日もそうなんだけどもね。で、まあそうなってくると、日頃使わなかったインコースももうちょっと使わなきゃいけなくなってきてるのかなっていうね、ちょっとバリエーションを変えていかなきゃいけないのかなっていう投球の感じに見えますね。だから楽天の攻撃もね、1回島内がね、センター前タイムリー打つんだけども、これもね、カーブが高めに浮いたところを通打。でね、4回茂木のね、レフトへ犠牲フライ、これもストレートが高く浮いて、で5回のね、島内のライトへのツーベースタイムリー、これもね、スライダーが真ん中に入って打たれるっていうところでね、まあ、外制球力がね、やっぱり生命線っていうところでね、こう生きてきた中で、まあ、そこが崩れると、まあ、厳しいんでね、まあ、さっきも言いましたけども、やっぱりインコース使ってちょっと幅を利かせるねピッチングをしていかなきゃいけない、ちょっとモデルチェンジしなきゃいけないのかなっていうようなね感じ、まあ、疲労度もねあると思うんですけどね、まあ、ここからがね宮城にとってもね進化が取れる勝負になってくるかな。で、楽天ねピッチャー則本ね、終盤杉本にねセンターツーラン打たれるも、気迫の投球でねストレートスプリットっていうところがねグッピッチ、持ち前のね力強さっていうところがね顕在したかなと。でオリックスはね6回ワンアウト1、3塁から西村がね5-4-3ダブルプレー、これが痛かった。ここでね1点でも取ってたらっていうところでね、このダブルプレーが非常にね痛かったかなと思います。で25日3対2でオリックスね、オリックス山本12連勝8回120球7安打9三振3四球2失点で、楽天岸もね5回3分の194球7安打4三振1四球3失点、まあ、ここもね非常に粘りのあるね岸もピッチングしたかなと。でオリックスはね初回宗のねライトホームラン、で4回ね2アウト2塁からモヤがねセンター前タイムリーね、で6回裏で杉本センター前で T 岡田フォアボールで、足立バンとしてモヤの時にねピッチャー鈴木に変わるんだけども、そのままでよかったから結果なんだけどね、まあね、その前の打席にモヤにねタイムリー打たれてるっていうところでここに鈴木に変えたけども、モヤがねセンター前タイムリーでね、まあ裏目っていうね
ところに出て、で楽天はね7回茂木フォアボール、ディクソン三振で、渡辺はね右中間へツーベース、でこの時にね杉本はねフェンス際でジャンプで、そのカバーをねセンター福田がしっかりしたことによって茂木は三塁でストップ、渡辺はねセカンドでストップっていう、あれ多分ねクッションね福田がちゃんとカバーいかなかったら、ひょっとしたら茂木はホームに帰ってきて、もう渡辺が三塁行ってるっていうところもあるんでね、非常にこのセンターのね福田グッカバーね、あのその後ね、まあ結果山崎にねライトへ2点タイムリーね打たれるんだけどもね、結局点取られちゃうんだけども、こういったところっていうのは必ずね厳しい状況もしくはこう競って状況でね非常に大事になってくるんで、このセンターのね福田へのカバーリング非常に素晴らしかったと思いますね。しかもクッションもうまかったね。山崎ねライトへタイムリー、このインコース打つの前ね引っ張り込むっていうね非常にいいバッティングね。8回ツーアウト1塁からね1塁ランナー岡島で、茂木がねライトへツーベースで、フェンスのクッションから杉本、足立、若月でアウト、グッケートね。まあ、でもあれはね状況的に、回ってくるのはね楽天としては当たり前ね。これちょっとでもそれとはセーフ、しかもツーアウトでね山本に連打難しい、全ての状況を考えてもあれはねホームに逆に回ってこなきゃいけない、でそこをね杉本、足立、若月でね完璧な中継をしてアウト、これはね非常にあの見応えあるね、一瞬のプレーでしたね。で結果ねそこがね防いだことによってオリックスの勝ち、26日ね引き分けというところで、まあ、オリックスね投手陣ね継投非常に素晴らしかったなと、まあ竹安がねしっかり投げて、まあ、4回ね3分の2だったけども72球5安打1三振1四球無失点とね非常に低めのね投球目立ったかなと、制球も非常に素晴らしかったかなと、でその後ね山田、比嘉、海田、富山、ヒギンスというところでね非常に中継ぎリリーフ陣も踏ん張ってねいったところでね9回平野が1点差守れずっていうところでね、まあ、この引き分けはオリックス取っていたいね。で楽ではね、田中ね援護なしで非常にねでもねグッピッチングっていうところでね、まあ3回4回5回のね楽天の攻撃ダブルプレーっていうところが非常に痛かったかなとね。であの5回のねノーアウト1、2からの隅谷のバントの353ダブルプレーバッとじゃあファースト出てきたのにねサードにしなきゃっていうねところでね、このバント失敗っていうのが非常に痛かったかなと。でオリックスはね7回裏 T 岡田がねライトへ膝をつきながらねヒットというところでこのグッバッティングで、ワイルドピッチね、2回で1失点というところで隅田にバーッと、これは止めれますでね、4回裏にもねワイルドピッチで、ね、3暴投というところでね、こういったところはねしっかりやっていかないと、せっかくのね田中の低めに投げてる制球力っていうところがね生きないよね。まあお互いね、まあ、取られなくてもよかった1点ずつを取り合ってね引き分けなんで、まあ痛み分けかなと、結果ね1勝1敗1分けっていうところになりましたけども、結局ねロッテは2勝1敗で勝ち越して、ソフトバンクも勝ち越して、オリックス楽天が1勝1敗1分けで 0.5 ゲーム差離れるっていうところでね、まあオリックスもね、あロッテもね3連敗しましたけども、他がなかなか勝ってこないんでね、そういったところは3ゲーム差、この3ゲーム差は大きいんじゃないのかなとね思います。さあ続いてセリーグね、 DeNA 対広島、24日9対2で広島、25日2対3で広島、そして26日8対10で広島、広島3連勝 DeNA 3連敗、ここに来て危ない。さあ24日ね9対2で広島、 DeNA 宮国ね5回86球7安打4三振2四球5失点、まあ変化球がね甘くなりちょっと苦しい投球、やっぱそこをねコースに投げていくことでね生きていく中で、その変化球が全部甘くなったっていうね。で広島3回表、大瀬良がねスライダーレフト前で、大森バントで、琴のスライダーライト前で、ワンアウト三塁から西川がねシュートセカンドゴロの間に行って、で鈴木フォアボールで、坂倉がねカーブをライトセンターへねタイムリーツーベース2点で、林がねワンツーからストレート見逃し三振っていうところでね、このストレートはグッピッチングだった。だからもうちょっと早くストレートをうまい感じで使っていかないと、変化球全部打たれてからストレートに行ってるからね、そういったところではちょっとね後手後手になったかなと。で5回表、大森がねセンター前で、琴野がね、ライトへ、ツーランホームランで、琴野この日ね5打数5安打3打点1ホーマーで、球団タイ記録グッバッティングソロ、ね、で大瀬良ね7回3分の2 117球6安打3三振1球1失点2失点ね、宮崎にね2回1発食らうも、まあ、カットボールスライダー非常に制球よくね、まあ、終盤ちょっと甘くなってね打たれることもあったけども、こう対角性の投球っていうのはね非常に安定したね素晴らしいピッチング、だったかなと思います。で25日、3対2で広島っていうところで、広島ね高橋6回98球6安打4三振3四球2失点、まあ、ちょっと好不調はねもうカットボール次第かなっていうね、もうここが威力、制球これがまとまるかまとまらないかがねもう高橋の生命線かなと。
まあ、フォークボールをねもっと安定的にピッチングできればねもうちょっと楽になるんじゃないのかなっていう感じですよね。でまあ両チームねなあの中継プレーが見事っていうねところはありましたけど、広島ね3回裏 DeNA の攻撃ね2アウト満塁から牧がねセンター前でこれ二塁ランナー大瀬にね本塁タッチアウトっていうところでセンターね大森グッて返球ね。で DeNA はね、広島攻撃5回表ワンアウト一塁から西川のねレフトへツーベースで一塁ランナー大森ね本塁タッチアウトっていうところでフェンス直撃からの佐野柴田ホームグッてね、こういったね中継プレーもね見事なプレーがね両チームにねあったかなと。DeNA はねちょっと一発攻勢が出ないとねきついかなっていうね、試合展開になりましたね。で結果最後はね6回表相澤がね、ライトへ決勝点のホームランを打って勝ち越すっていうねところです。で26日10対8で広島ね、 DeNA 今永ね6回99球並んで4三振無四球3失点、まあ悪かったわけじゃないけどちょっとホームの上と下のバランスがちょっと悪かったかなっていうようなね投球に見えましたね。だからもうちょっと下のね力がね状態にこう伝わっていかないっていうところで若干ちょっと甘くなったりストレートのノリがねちょっと甘かったかなと、いい時に比べたらね。でもそんな悪いわけじゃなかったかなと。で広島はね森下6回105球6安打1三振4四球、3失点、まあ6回ね押し出しもちょっとらしくないなっていうところとね2回の牧のね、レフトへね、ホームラン、これもねカーブがね最近効かないんだよね。ちょっとだからストレートがね走ってないのかなっていう感じも見えますしね。まあこのねもう8対10両チーム打ちまくり、オースインのね、ホームランあったりとかね、まあ、これはもうね、語らないっていうね、もうよく最後はね、広島が打ち勝った、ね、あとはちょっとね、やっぱり三島がね、やっぱこう外に出してるっていうところと、この山崎はね、今回ちょっとね、前に倒れすぎてるっていうね、ちょっとホームのね、バランスが悪くて、自分の持ってる力っていうのをね、ちょっと半減させてるんじゃないのかなっていうようなね、ピッチング内容に見えましたね。さあ、続いて、ヤクルト対中日。24日3対0でヤクルト、25日、0対0で引き分け、で26日16対0でヤクルト、ヤクルトの2勝1分けで勝ち越し、中日3カード連続無得点、カード3完封は13年ぶりっていうね、ところでヤクルトは10連勝を7勝3分け勝率10割で素晴らしい、このね連戦をこの終盤にね勝率10割非常に素晴らしかったかなと。で24日ね3対0でヤクルト、ヤクルトはねこの谷間っていうところで連戦中ね高梨がね先発するんだけども、7回100球5安打7三振無四球無失点、まあ基本ねストレートフォークっていうところだけども、まあスライダーそしてカーブっていうところをね目先を変えてこういうね緩急もつけるっていうところで、まあ気迫のピッチングでねグッピッチね。でまあ清水マクガフとね万全リリーフでね前日休みを入れてたのでねこの連勝っていうのは非常に大きいかなと。で中日はね大野6回84球5安打4三振3四球1デッドボール3失点ね、ヤクルト3回裏ね塩見レフトへツーベースで青木がセンター前タイムリー打って、山田ライトフライで村上がねレフトへツーラン、あの大野のインコースをねストレートあれをレフトに打つからね、それはもう仕方ないね、バッテリーはちょっとねあれを防げようはなかなか難しい、村上がね非常に素晴らしかったかなと。で中日はね2回6回攻撃で1本出ずっていうところだったけども、もうちょっと完敗かなと。まあその中でねビシエドが通算安打ね766本というところで、まあパウエルをね265本を24年ぶり更新してね、球団、外国人ね最多安打っていうところになりましたね。で25日0対0で引き分けっていうところで、中日ロドリゲスね7回3分の2125球1安打7三振6四球無失点、まあ、スライダーカット、縦スラトボツーシーム、まあ、見てても変化が小さすぎてよく分からなかったけど、まあ、切れ味抜群っていうところでね、まあ、よく分かりづらいっていうことはバッターもねちょっと見分けづらかったかなと。あと6四球っていうところでね若干荒れてるので絞りづらかったのかなっていうところでね、7回3分の1回までね、まあ、ノーヒットピッチング、まあ、塩見が打ってねノーヒットノーラン崩れるっていうところでしたけど、まあ、ヤクルトもね高橋7回110球3安打8三振1四球1デッドボール無失点、こちらもねグッピッチング、もう安定的だね、もう非常に見れて安心感あるね最近はね。でまあね中日もねいいプレーがあって、オスナのライトフライはね加藤フェンス際ジャンプ1番でね取ったり、非常にね守備も守り抜いたかなと、まあ、結局ね0対0で引き分けでね、26日16対0でヤクルトっていうところで、この試合ねあの日本放送で解説してましたけども、ヤクルト石川ねコースに低くね、しっかり投げてね長打、やっぱこれ長打っていうところが難しくなるっていうところでね非常に丁寧なね素晴らしいピッチングだったかなと、まあ、本人もね言ってましたけどコメントでね、ストレートの走りっていうところがね良かったことによって変化球がさらに生きたかなと。逆にね中日打線はちょっとね引っ張り気味にかかってたところでね、やっぱツーシームチェンジアップねスライダーっていうところを引っ掛けさせるパターンがね多かったかな、完璧ね石川の術中にはまったかなと。でね初回村上がねライトホームラン、まあねヤクルトの攻撃7分で2点っていうところで、前回のねあの
横浜スタジアムで試合開始7分で4点というね、よく似た光景を諸岡アナウンサーと里崎で同じ状況を伝えるっていうね。で山田がね、満塁ホームラン、5年連続満塁ホームランを打って、まあ、ここもね、ツーストライク追い込まれるんだけど、多分本人はね、ホームラン狙うっていうより、まあ、コメントでも言ってたけど、まあ、外野フライで OK みたいな、まあ、その通りの打撃でね、コンパクトにね、振り抜いただけで三振しないように当てに行こうっていうね、コンパクトに振り抜いて、結果ね、うまくね、肘が抜けて、腰の回転でね、結局レフトへ満塁ホームランっていうところで、非常にね、素晴らしいバッティング。だこれをね、さっき言った西武の山川がね、してほしかったよね、同じような状況でね。こういったね、頭も使って非常にね、ここ、やることによって結果がね最上級になっていくっていうね、非常に山田のねこのバッティング、このねワンストライクツーストライク目っていうのを見てからのこのバッティングのを見るとね、非常に分かりやすい、いいバッティングだったかなと。で結局ね先発全員安打っていうところで、ピッチャーもね打席に入る中、石川もねヒットを打って非常に素晴らしかったかなと。でね、中日先発小笠原ね、ちょっとね意識が低かったかなと。こういいカウントで追い込んでもそのね簡単に真ん中に最後投げてしまうというか、スーッていってしまうというところでね、こうちょっとそこら辺の、ね、意識というところがもったいなかったかなという感じですね。ヤクルトはね2勝1分けで勝ち越しでした。さあ最後、巨人対阪神伝統の一戦というところで、24日6対6で引き分け、25日3対0で阪神、26日4対3で阪神、阪神の2勝1分けで勝ち越しというところでね、ちょっと巨人はこれは痛いというね、逆に阪神はこれは大きいというね。でこれで巨人のね自力優勝が消滅することになりましたね。まあ、24日ね6対6で引き分けっていうところで、阪神ね3回まで3点先制も、まあ、5回裏からっていうところでね、まあ、序盤はねもう阪神完全にねいいペースでいったところで、巨人ね5回裏2アウトからね松原フォアボール、坂本レフト前で、岡本3ラン打って、亀井がライトへ2ベースで、マリの2ラン、計5点っていうところで、あらららら、これでちょっと巨人勝っちゃったんじゃないのってね。で阪神西ね3回72球8安打2三振2四球5失点、ね、全体的にね球に力乗ってないし、ちょっと体がね横振り、ちょっと変化させようとして横振りっていうところが痛かったかなと。で巨人はねメルセデス、3回46球4安打三振0、1四球1デッドボール3失点、まあ、これもう休日必要だね、このローテーション中詰めすぎて、もう全体的にキレがなくなってきてるね。で阪神はねこの問題の5回表ね、マルテレフトへツーランホームラン、ね、このピッチャー桜井ワンワンからね、まあ、キャッチャーはねインコース要求もど真ん中に投げるっていう、バッとちょっと意識が低すぎっていうね。で9回表ねピッチャービエラ、糸原フォアボールで、ダイソーに上田初球盗塁、これ非常に良かったね。でサンドがね、センターへ同点タイムリーツーベースで、代打島田バントで、糸井三振、坂本フォアボールで、近本三振というところでね、最後ここ1点取りたかったなと。で9回裏ね阪神ピッチャースワレス、ワンアウト満塁から丸のショートゴロ、ホームアウト、ショート中のダイビングキャッチからの握れてない中スローを叩きつけて、ワンバンキャッチャー坂本見事にキャッチで、ベースも足から離さないっていうね、これはもうね最上級グッドをお送りします。中の坂本にビッググーからのナイアガラからのスパイラルいって流星すごいです。これぐらい素晴らしいね。坂本は難しかったのね、ホームね足を離さないでね。でその後中田をね、ショートフライで打ち取って、このね引き分けに持ち込んだっていうところは阪神にとっては大きかったかなと。逆に巨人にとってはねここで勝ち越せなかったのは大きかったかなと。で25日3対0で阪神ね、阪神高橋9回128球5安打13奪三振1四球無失点、まあストレートスライダーもうあれは打てないね、もうグッチスパイラルグー的な、もうこのスパイラルのぐらいの威力あるストレート、これはちょっとなかなか難しかったね。非常に力あるし球も速かった。で巨人菅野ね7回3分の1 117球6安打6三振1四球3失点、まあ踏ん張ったけどね、菅野もいいピッチングしたけどね、まあ最後ね高橋にまあ投げ合いでね負けるっていうところで、阪神は7回打ってね糸原ライトへホームランで、8回、ワンアウトからね高橋レフト前、近本ねライトへツーベース、ワンアウト2、3塁になって中野がね、左中間へタイムリーツーベースっていうところでね、この1、2番非常にグッとね、近本4打数2安打中野4打数2安打ね、2打点1盗塁っていうところでね、初回ね中野はねノーアウト2塁からねこうバントキャッチャーファールフライね、まあ、これを取り返すね非常に大きな一本になったかなと。で巨人はね9回裏、松原セカンド内安打、こう糸原ねワンハンドキャッチでジャックル、あれ取ってたらアウトよ。で次坂本ねサードゴロ小畑ねファンブルね、ここ守備固めで出てんだからしっかり。でその後岡本センターフライ、ウィーラーライト前で満塁になっても丸三振、亀井ライトフライで1本ですっていうね、まあ阪神としては完璧なね完封勝利になりましたね。
で26日4対3で阪神というところで、巨人山口ね、中4日もう下半身使えてないね、投球も切れないし、まあ、こちらもメルセデスと一緒でちょっとこの中ね詰めて投げてるのが全てに注意を置いてね悪循環になってるのかなと、まあ、2回3分の2、70球2安打3三振4四球1失点というところでね、まあ、巨人ね投手陣山口4個、戸根2個、鍵谷2個とねフォアボール前半連発でね、まあ、畳みかけられるっていうね、ガンケ6回80球4安打3三振無四球1失点というところでね、低め今回ねしっかり投球できてたかなと、前回までねちょっと高めに浮いてちょっとマーカリが少なかったところ、低めにねしっかり投げることによってしっかりねボールが動いていいピッチングになったかなと。その中でね3回表大山がね初球のストレート2アウトからねレフトへホームラン、これも非常に大きかった一発で、5回表はねこの3四球でね西満塁になって糸井がねライトへ、走者一掃のね3点タイムリーツーベースっていうところで非常に欲しいところで一発、そして相手のねフォアボールでしたのね一発で仕留めるっていうね、糸井グッド、ヒーローインタビューもグッコメントね。で巨人ね8回裏代打中田っていうところでね、まあこれも結果なんだけどね、そのまま北村でよかったんじゃないのかなと個人的には思いますというところでね、阪神の2勝1分けで勝ち越しっていうところになりましたね。さあということで最初にベストナイン発表しましょうね。ベストナイン今週のパ・リーグからピッチャーマルティネスソフトバンクチェンジアップグッド、キャッチャー西武森もうベストナイン確定です、ファースト楽天鈴木大地、チームも個人も成績への正念場、セカンドソフトバンク三森、青森山田高校出身越境入学です、サードオリックス宗、今年急成長タイトル取れるぞ、ショートロッテ藤岡、下位打線で躍動チームの打線のつながりとしては重要ポイント、レフトソフトバンク栗原、勝負どころの一発は今のソフトバンクには大きい、センターオリックス福田、もうすぐ3割だぞ、ライト日本ハム近藤、マリーンズジュニア出身なのに日本ハム、まあ鎌ヶ谷も千葉だけどね、 DH ソフトバンクデスパイネキューバ、さあ特別賞あります、日本ハム噂は安定感あるエースのピッチング、ソフトバンク千賀、気迫の投球で大事な一勝、ロッテ川村自身3連勝、シシャモが名物地元です、はい、あ送ってくれてありがとうございます。セリーグいきます、ピッチャー阪神高橋遥人、あれは打てる、キャッチャーヤクルト中村、連勝へ貢献、ファースト DeNA 牧、逆転の新人王か、セカンドヤクルト山田哲人、5年連続満塁ホームラン、サードヤクルト村上、最年少100打点、ショート広島小園、5打数5安打チーム記録躍動、レフト広島西川、悪球打ち小園と連動して得点重ねる、センターヤクルト塩見、週間全試合ヒット10安打、ライト巨人松原、週間全試合ヒットこちら7安打、特別賞あります、広島床田初カップ、できること知ってたよ、だから俺はね頑張れるからトレード出した方がいいんじゃないのかって言ってたんだよね、使わないんだったらね、使われたら結果出すの知ってました、はい、阪神近本リードオフマン1、2番ヤクト、広島鈴木誠也あと1本で30号です。さあということでね、今週大事な一戦です、オリックス対ロッテの直接対決ね、パリーグこちら今3ゲーム差、正直ね今ロッテの優勝確率 80% です、上がってます、このね3連戦はね、まあ1勝すればロッテとしては最悪 OK だね、逆にソフトバンクは最低でも2勝1敗もう大きく言ったら3連勝ぐらいのする気持ち、でも山本宮城は投げない、さあどうするのか先発陣っていうところがね正念場かなと、あと楽天日本ハムソフトバンク西武、このね2チームはこの下位2チームにね星を落とさないでねしっかり3立てできるかっていうところがねもう残りね20試合前後になってきてるんで非常に大事になってくるかなと。でセリーグはねヤクルト DeNA 中日巨人で阪神広島というところでね A クラスと B クラス対決っていうところでここを星を落とせないね、中日はもうね今無得点状態、巨人はねそこを打ち勝って勝てるのかね、ヤクルトは強力打線 DeNA との打ち合いを制するのかね、阪神広島、広島のねちょっとずつ打ち出してきてるんで小園に要注意、阪神はねここで一気に引き離されないようにヤクルトを逆に引き離せるのかっていうね
今週も見逃さないプロ野球、さあ残り20試合前後ね、総チェックももうあと1ヶ月で終わりです。若干嬉しい。さあ皆さんもね、どうぞここまでね全部見てますよっていうことはコメント欄でね、書いてくださいということで、今週のプロ野球も要チェック。